ドミティア・ロンギナは、ローマ帝国の皇后。フラヴィウス・朝のローマ皇帝、ドミティアヌスの妻であり、失政官も務めたグナエウス・ドミティウス・コルブロ将軍の末娘。ドミティアヌスと結婚するために、最初の夫のルキウス・アイリウス・ラミアとは71年に離婚している。ドミティアヌスとの間には一人だけ息子がいたが、溶接しており、 この83年の息子の死が夫婦の亀裂の原因だと信じられている。ドミティアヌスが即位した81年から夫が暗殺される96年までローマ皇后であった。126年から130年の間に死んだとされている。ドミティア・ロンギナはグナイウス・ドミティウス・コリブロとカッシア・ロンギナの末娘として50年から55年の間に生まれた。母親の家系は 初代皇帝、アウグストゥスの直系であり、ドミティアはアウグストゥスのコンマにあたる。そして、ユリウス家の血筋を残す、最後の末裔の一人であった。父兄のおばに、カリグラの皇后である、ミロニア・カイソニアがいる。姉のドミティア・コレブラは、元老院議員のルキウス・アニウス・ヴィニキアヌスと、結婚している。父のコレブロは、最も尊敬された将軍かつ元老院議員であった。 カリグラテー治世には、執政官を務め、クラウディウス帝お及び、ネロ帝の下で、ゲルマニアとパルティアの軍事を指揮している。しかし、ピソの陰謀と呼ばれるネロへの反逆計画の陰謀者と家族との間に、つながりがあったため、同陰謀の発覚後失脚させられた。義足、アニュース・ウィニキアヌスと、アニュス・ポリオが、兄弟ともに処刑された一方で、コルブロ自身は、 自殺を許された。ドミティア自身のドミティアヌスと結婚以前については、70年までに、元老院階級の、ルキウス・アイリウス・プラティウス・ラミア・アエリアヌスと結婚したことぐらいしかわかっていない。ローレンス・アルマタデマ、ティトゥスの外戦戦8 8 5年構成によって、ティトゥスとドミティア・ロンギナの不倫関係という噂を、ほのめかしている。68年6月9日に、ネロが自殺し、 ローマ帝国は四皇帝の都市として知られる長い内戦の都市に突入する。ガルバ、オト、ウィテッリウスの三人が続けざまに放棄しては失脚し、ウェスパシアヌスの即位でこの内戦は終結する。ウェスパシアヌスは帝国の平和を再度確立し、短期に終わるフラウィウス朝を創設する。十一年に、ウェスパシアヌスは息子のドミティアヌスと彼の兄の娘であるユリア・フラウィア、 とでの王朝的な近親婚の取り決めを試みる。しかしこの頃にはすでに、ドミテアヌスは、ドミテア・ロンギナとの恋に落ちていた。そして、守備をクラミアを説得して離婚させ、ドミテア・ロンギナと結婚した。このような強引さにもかかわらず、この結婚は両家にとって、名声を上げるものとなった。この結婚が、コルブロ家の名誉を回復すると同時に、一方では、 ユリウス・クラウディウス朝のワルミカド・ハイカでのウェスパシアヌスの政治的成功を減少させるプロパガンダが広大に行われた。それどころか、クラウディウス帝やその息子ブリタニクスとの関係が目立たせられ、ネロによる犠牲者や他の方法でネロに不遇に扱われた人々が復権させられた。ドミティアは73年に息子を出産するが、77から81年の間に溶接している。 この子供の名前は伝わっておらず、またこの子の他にドミティアとドミティアヌスの子供は確認されていない。この間にドミティアヌスのフラウウス政府での役割は大部分として形式的なものになっていく。兄のティトゥスは父とほぼ同等の権力を共有する一方でドミティアヌスは栄光から離され責務はなくなった。この状態は7九年六月十三日に ティティスが皇帝として、ウェスパシアヌスの後を継いだ時も変わりなく継続された。古代から近代に至るまでの執筆者たちは、こうした状態について、兄弟に確執があったためではないかと考えている。80年、ティティスは、ドミティアの前部である、アエリウスラミアに補充し生官資格を授ける。グセルによると、これはドミティアヌスを嫌った個人的な侮辱としてなされた。 ティティスがラミアに再び結婚するように強く迫った。違う折にラミアは彼も妻を探しているかをどうか尋ねた。81年9月13日、地位についてわずか2年ほどでティティスは熱病で休止する。彼の最後の言葉は私はわずかに一つの間違いをしたであったと伝えられている。当時の歴史家スエトニウスはドミティアヌスが兄の死に関与した疑いを推測している。 その根拠は、ティティスはドミティアと不倫関係にあったという噂が当時広まっており、ティティスの最後の言葉はこの噂に起因しているというものである。しかしながら、スエトニウスでさえもこの話はあまりに疑わしいとして知り添けている。9月14日、元老院はドミティアヌスをティティスの後継者として承認し、五民間職権最高人技官の地位、 アウグストゥスと国家の父の称号を授けた。その結果として、ドミティア・ロンギーナは、ローマ皇后となった。彼の皇帝就任に引き続いて間もなく、ドミティアヌスは名誉称号のアウグスタをドミティアに送っている。同時に、彼らの死んだ息子を深刻化もしている。この両方は、知性中図とコインとして発行されている。にもかかわらず、この結婚は、83年に、 重大な危機に直面する。ドミティアヌスは、ドミティアを少しの間追放し、そしてすぐに呼び戻している。追放の理由は、愛が覚めたからなのか、名のユリア・フラウィアと関係を持ち続けていたという噂からなのか、いずれにしてもわかっていない。スエトニウスによると、ドミティアが追放されたのは、パリスという名の有名俳優との不倫が理由である。事実かどうかは疑わしいが、 不倫を知ったドミティアヌスはパリスを路上で殺して即座に妻と離婚したと伝えられている。さらにスエトニュースはドミティアが追放されるや、イナやドミティアヌスはユリアを愛人にして彼女は後に中絶の失敗で死んだと付け加えている。ドミティアヌス治世の83年に造兵されたアウレウス金貨。裏側にはアウグスタの称号と共にドミティアが刻まれている。 現代の歴史家はこの噂を非常に疑わしいと考えており、これらのストーリーのいくつかは暴君としてのドミティアヌスに有罪とされ、敵意を持った元老院議員の筆によって広められたと考えている。ドミティアが不定を働いたとする悪意ある噂は、しきりに繰り返された。そしてこうした噂は、個人的には、不接性に吹け、堕落した裁判所取り仕切っているにもかかわらず、 公然とアウグストゥスのモラルに回帰しろと説教する、統治者の偽善性を強調するのが常である。ドミティアヌスは妻を追放した。しかしジョーンズはドミティアヌスがそうしたのは、彼女が後継者作りに失敗したからという可能性が高いと論じている。それにもかかわらず、パリスとの貫通というドミティアに関する噂は、ドミティアヌス知性に十分ルフした。そして彼は、 自身の結婚に向けられた侮辱的言動を、カルハズミには取り合わなかった。ドミティアヌスの就任からそう間を置かずに、キティス規制中以前の冗談によって、アエリウスラミアは死を受けさせられる。93年に、ヘルイディウスプリスクスの息子は、ドミティアヌスと妻の別離を封死した衝撃を創作した、ことによって処刑された。しかしながら、ユリアとの常時に関する様々な噂は、 おそらく、ドミティアヌス知性以降の作家による創作のようである。彼女は自然史であり、死後すぐにドミティアヌスによって神格化された。84年にドミティアは工宮に復帰する。そこで彼女は何の事件もなしに残りのドミティアヌスの知性を送った。ドミティアが皇后としてどのように活動し、そしてドミティアヌス知性においてどれほどの影響を、 ふるったのかについてはほとんど伝わっていない。しかし彼女の役割は式典に出席することにほぼ限定されていたようである。スエトニウスによって彼女は少なくとも劇場まで皇帝に付き添っていたことは伝わっている。また、ユダヤ教徒の作家フラウィウス・ヨセフスは彼が彼女から受けた義援金について記述している。83年の危機にもかかわらず、 彼らの関係は幸福であったようだ。ドミティアヌスは生涯、他の女性と結婚しなかった。96年9月18日、皇宮内での凶暴によってドミティアヌスは暗殺される。彼の死体は普通の管轄に乗せられて運び出された。ウバのフィリスが自宅で仮装した後、遺体をフラビウス神殿へとこっそり持ち込み、名のユリアの遺体と混ぜて葬られた。同日、 ドミティアヌスの友人であり、相談役でもあったマルクス・コッケウス・ネルーアに、行為は引き継がれた。古代の資料は、ドミティアが、夫の暗殺に直接関与していた、または暗殺計画を前もって知っていたとして、暗殺を共謀していたことを示している。一世紀以上の後の歴史家であるカッシウスデオは、ドミティアはドミティアヌスが処刑するつもりである定身のリストを偶然発見しし、 そして、ドミティアヌスの交換であるパルテニウスに渡した、と主張している。しかしながらこのストーリーは、かなり疑わしく、コンモドスの暗殺と似ている物語は、ヘロディアヌスの作だと考えられている。ジョーンズは、証拠から、ドミティアは、ドミティアヌスの死後も依然として、彼に献身的であったと考えている。夫の暗殺から25年後、元老院によって、 夫の記録が抹消されているにもかかわらず、彼女は自分をドミティア、ドミティアヌスの妻と呼んでいた。126年から140年の間に、ドミティアに建設られた神殿がガビーに混流されている。彼女は穏やかに死んだ。ありがとうございます。